人のパパがプライベートジェット買ってハワイまで行くんだ。素敵、羨ましいぜ。そしたらみんなも一緒に来る？行きたいぜ。僕も。悪いけど天王バーだから、のび太は市民プールでも行ってきな。そうだな。くそー、復讐してやる。ドラえもんの野郎、ビッグライト持ってるじゃねえか。ハワイまでなんと2時間しかかからないんだ。そんなに早いの？最高だぜ。どうなってんだこれ。どうなってやがる。その2時間のフライトもこれで一瞬だな。なんで僕ばっかり。早く行け。おいドラえもん、ジャイアンの野郎を懲らしめる道具をこせ。のび太くん、君は勘違いをしていないかい？あ？秘密道具は君がしっかりした大人になるために僕が貸してるんだ。ほっときはベラベラと喋りやがって、この説教たぬきが。ちゃんと優しい心を持って。で、あれ、のび太くん、ほーら、たぬきの大好物ネズミだよ。おい、やめろ、あと僕は猫だ。おい、タケコプターか。汚ねえ青風船だな。伸びて、いつまでたい焼き待たせるんだ。あ、やべ、忘れてた。おい伸びて、これはもしもマックス、君の好きな世界を作ることができるんだ。なるほどな。でも変に使うとこの世界に戻ってこれなくなるから。もしも絶対人間どもがいない自由な世界になったら。説教たぬきもいない最高の世界だ。どれにしようかな。おれ、みんな死んでる、何でも手に入るぞ。はあ、しかしゲームも飽きたな。おいドラえもん、ドッジボールしようよ。そっか、いなかったのか。ドラえもんがいないと使えないのか。ドラえもん、ドラえもん、起きてよ、寂しいよ。やれやれ、これでもう怒りたかい。ドラえもん、こうなるかと思って準備をしてたんだ。これでもう改心してくれたかな。これで新世界の神になれる。のび太くん、待って。ハッピー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 、みんなでメイクグッライ。洗濯物みたいなワイナーハッテ、マッニーマッニー、息子で一儲け、お小遣いはなしのバッナーハッテ。今日も世界一プリティ、ドジっ子お茶目な乙女、みんな憧れてる、ママママママ。